奥山里香は W リーグのエネオスサンフラワーズの女子バスケットボール選手です。彼女は最近チーム渋谷でプレーした W リーグオールスターゲームでプレーしました。彼女はまた3ポイントシューティングコンテストや 3x3 ゲームにも参加しました。奥山が決めました、はい、そうですね、うん、考える部分というのはありますよね、はい、ミスマッチ、オーマイ、奥山、奥山上岡、素晴らしいプレーでした。奥リードで終えています。これは終盤の奥山選手のうまいプレー、はい、うん、まあ、速攻なんかで、ね、よく走っていましたよね。これはエネオスの奥山選手でした。エネオスね、あのアスリートなんで納得がいくまでね、やり続けるやり続けますからね。いやでもこのあのオフェンスの時の音楽も各チームの音楽を流してて、ああなるほど。でこれもいいですよね。はい、非常に会場。スリーポイントコンテスト1番手エネオスサンフラワーズから奥山リリカさん、よろしくお願いします。さあ何本、まずははい。いや私初めてなので、はい、もう今日は思い切りよく出ればいいかなって思います。わかりました、思い切りの良さ見せてください、よろしくお願いします。さあモルテンプレゼンツスリーポイントコンテスト1番手いきましょう。エネオスサンフラワーズから奥山リリカ選手いきましょう。3、2、1、GO。オーケー、さあリズムもありそうですからね。おお、あお、さあ残り時間は30秒になります。さあ来た、さあ、さあ、さあ残り、得点ということですね。さあ一番手、緊張はしました？めちゃめちゃ緊張しました。おー、なるほど。どうですか打ってみて。まあ、全部打てたので、はあ、素晴らしいですね、はい、よかったと思います。なるほど、まず一番手緊張する中お見事です。11点ありがとうございました。4番手暫定1位となります。さあ続いてはトヨタ自動車アンテロープスから長岡。こんな言い方なんですけどしても大丈夫なんですよね。そうですね、あの7つ目から、はい、7つ目からはそれであのフリースローが与えられる、はい、になってしまうと、このフリースローがかなり大きいんですよね。いやそうですよね、はい、まあ、ノーマークで打てて、まあ、1点なんですけれども、うん、はい、ゲーム中のその1点と変わらないわけですからね、うん、そうなんです。さあ連合軍は奥山が入っています。その奥山とシャンソンの吉田、もう一人あれ佐藤ですかね。そうですね、佐藤選手ですね、はい、あ、小池ですね、シャンソンのキャプテン小池が入っています。それに対しまして日本代表は篠崎、山本、永田です、うん、まだちょっとあの2ポイントが来てなくて乗り切れてない感じですね、なんか楽しそうにしている印象も受けますね、うん、そうですね。さあ手を出していきました山本。そうなんですよ、このショットクロックがですね、
多分感覚が5人制と違うんですよ。この時間の感覚というのはやはり、はい、オリンピック代表選手たちはそれぞれ持っているわけですからね、うん、そうですね。あの切り替えの仕方というのが実は、はい、あの今もう4分経ってますけれども違っていて、やっぱパスで出る方がアウトの外に出る方が早いんですよね、うんうん、あの代表チームはそこを今意識してパスで出そうとしてますよね。こうやってドリブルで出るうちに、はい、もうあの12秒はカウントされているので出すのが早いから、はい、そうですね。さあ奥山のアウトサイド2ポイントシュートが決まりました。ちょっとこう連合軍のアウトサイドシュートの調子がいいので、篠崎のドライブイン、これで11対6、はい、5点差です。今度は吉田、12点目、21点決めればそこで試合終了ということになります。 3x3 は10分で行われます。まあ、でもまだカウント方式20秒ありますのでまだまだですね、はい、さあ永田、これで日本代表は7点目。今度は小池、やや連合軍側、そうですね、オールスターズ側もこの時間の感覚であったり、はい、この3対3というのに慣れてきたでしょうか。そうですね、やはりあのアウトサイドのシュートが決まっているというのが大きいと思いますね、はい、この点差では。さあ吉田のアウトサイドシュート、ね、この人は本当外からのシュートが得意です。あのボール違うと思うんですよ、あの通常と。あ、それ忘れていました、はい、話していたのにもかかわらず、はい、よくアジャストしてますよね、連合軍の皆さん。